猫界一のタイトルホルダーフリークロイ氏、オールカマーの見解を聞くと耳をかきながらタンデッド。僕的には副賞にしてほしかったが仕方なし。最近タイトルホルダーが出るたびに資金が減っている気がする。今年は久々に地方競馬から参戦、兵庫のチェスナットフォート。芝コースは両馬場。スタートしました。揃いました。そして早くも出ました、2番タイトルホルダー。オーシャンパーク、いざ秋の大舞台へ。だから副賞って言ったらロイク、ロイク副賞にしたらよかった。はい、ということで、まあ、これ騎手の勝利数ランキングなんですけども、まあ、ルメール騎手と川田騎手、これはすごいですね。もう3着内率が、50% 超えてるということで、これすごいんですけど、ちょっとですねこれ見てって思ったんですけど、まあ、ルメール騎手と川田騎手は勝率も、まあ、高いんですよ。例えば4位の岩田未来騎手、これ副賞率 33.6% に対し勝率が 13% しかないんですよね。副賞率高いのに勝率が低いってことは、3着以内には来るけど2、3着の方が多いっていうことなんですね。で、今日ちょっと阪神で検証をしていくんですけれども、今日阪神で出る騎手で副賞率は高いでも勝率はそこまで高くない人、騎手、これをですね 2,3 着付けで狙っていけば勝てるんじゃないかと、いうことです。1レースは障害なんで該当騎手乗りませんので剣ということです。阪神の2レースですけれども、まあ、該当の騎手が2名、岩田未来騎手と武豊騎手、4枠と8枠にいますので、この2人を2着3着付けの3連単、フォーメーションということなんですけども、まあ1着馬をちょっと他から選ばないとこれ検証になりませんので、まあ運よくと言いますか、1番人気2番人気、3番のコートリーバウ、これと2番人気のナムラエデン、この2頭は強そうなので、まあとりあえずこれ1着にしまして、2着に岩田未来騎手と武豊騎手、3着はまあ頭数少ないんでもう全頭買うということの折り返しということで、いきたいと思います。対戦完了、スタートしました。さあ若干ばらついたスタート、いいスタートを切ったのは3番のコートリーバウです。2番のサンフリエル、外は8番のバラン、残り600を通過。これから4コーナー1番後ろから運ぶ7番のホーギーです。第4コーナーカーブから直線コースへと向かいました。コートリーバウが先頭で直線コースへと向かいました。2番手集団ずらっと広がった中、外をつきまして8番のバランポジションを上げてきました。さらには4番のギルティープレジャー、間をついて6番のナムラエデン、盛り返すように前に接近してくる。粘る粘るコートリーバー、コートリーバーを粘っている。いやいや外に膨れるような形になった。6番のナムラエデンが現在2番手の位置、3番手集団が若干混戦模様、サングリーが上がってくる。先頭は3番のコートリーバー、コートリーバー5位、後続の差し馬勢完封しております。
1着3番フォートリーバウ、2着6番名村エデン、3着2番サンウリエル、4着4番ギルティプレジャー、5着は1番のウィンアルドオレで点滅を始めております。6番オーシンスキャット、これが岩田未来騎手ですので、戸崎騎手と武豊騎手は乗りませんので、まあ、今回はこの6番オーシンスキャットの 2,3 着付けで、まあ、1着はこの 1,2,3 番人気、この辺を塗っておいたら大丈夫かと、いうところです。スタートしました。ボーンとコースタートは4番のアンデスビエントです。5番のアンデスビエントが先手を奪う形、リードは1馬身です。その後固まっていますが、間促すように5番のデトラード、そして最内1番の北野マディソンです。さらに勝ったらあかんで、勝ったらあかん。DM ゴールドンです。第4コーナーカーブから直線コースへと向かってまいりました。勝ったらあかん。アンデスビエント、そして外はオーシンスキャット、この両馬ですが、アンデスビエントが再び前の位置、無地が入る1馬身とリードを取りました。繰り下がる6番のオーシンスキャット、この2頭が後続に5馬身から6馬身と差をつけて、今単独3番手、1番の北野マディソンが上がりました。さあ追い比べから抜けた、今度は4番のアンデスビエントが先頭、3馬身のリードを取ったアンデスビエント、ゴリ見事に勝利を収めております。1着4番アンデスビエント、2着6番オーシンスキャットおります。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。安心です。勝ってもうた。あ、圧勝や、圧勝。ビーブラッド勝ちました。ビーブラッド勝ちました。2番手10番のイエキアです。3番手争いが若干接戦、2頭並んで9番のオーシンピーチに、最後外から8番のラワークイン、係が離れます。スタートしました。さあ若干バラッとしたスタート、マーメイド、プエルタースール、いいスタート。その中から1番のマーメイドがわずかに先手を奪うように上がっていきます。2番手、これを見るように体半分差、3番プエルタースールがつけています。その2馬身後方です。600切りました。そしてその後の3番手集団ですが、4番のサークルオブジョイ、6番のダイシンガレス並んで、さあ直線に向かいました。そしてその外に持ち出した7番のグラブイストアル、現在4、5番手前の争いですが、今度は外から4番のサークルオブジョイが抜け出しにかかりました。サークルオブジョイが抜け出した、1馬身リードを取ります。内から盛り返すように1番のマーメイド、そして間繰り下がる3番のウェルタースール、さらに外から7番のブラーブリストアルが、さあ2番手に上がって4番のサークルオブジョイを追っている。サークルオブジョイ、サークルオブジョイ、振り切ってゴリ。では1番のマーメイド、勝ちタイムは1分48秒3です。上がり 800m は46秒5、 600m は34秒5でした。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。追加秒スタートしました。やや3番のエリカ・グロリアが後ろから運ぶ形、5番のグローバリストが後ろになりました。さあ先頭争い、12番の岡本社長が出ていきました。岡本社長が先頭、2番手7番のマイネル・フォード、3番手4番のロード・ドミニオン、外9番の名将アジロが接近、前に上がっていきます。方向は2番手の位置、そして9番の名将アジロが3番手、4番手その4番のロード・ドミニオンで、第4コーナーからさあ直線に向かった岡本社長に、今度はマイネル・フォード並びかけていって、この2頭が追い比べ、そしてその後3番手集団からはゴーデンとハイパーリンクス足を伸ばしてくる、連れて2番のマルモリ君とゴーデンと足を伸ばしてくる。さあ前の争いですが、岡本社長、しかし外からはハイパーリンクス、間繰り下がっているのはマイネル方向だ、連れ上がってきた2番のマルモリ君、さあ待って、ハイパーリンクスだ、ゴーデン後位の外で構えてレースを運んだハイパーリンクス、最後外よく伸びました。連れて伸びてまいりました、マルモリ君がどうやら2着、そして先に抜け出した7番のマイネル・フォートが3番手、5秒に増えます。その後先行した12番、岡本社長。ああ、岩田騎手、買ってしもうた。
中間600を切りました。8番のポケットシンデレラのリードが首ほど煮詰まって、2番手の位置に6番のアレグロモデラート、今度はこちらが先頭に変わって体半分から1番手のリード400を切ります。2番手ストリー3番のエミニオン直線コースに向かいました。3番手7番のアスクルポルテ、1から8番ポケットシンデレラ、外からは1番アグラシアのコーヒーです。先頭は6番のアレグロモデラート、7から3番のエミニオン、7番のアスクルポルテ、さらには1番のアグラシアの残り150の地点で4番を進めば、1から6番アレグロモデラート、もう1人7番のアスクルポルテが2番手に投入されました。1番アグラシアの3番手前は1頭がハーフビジョンに映る映像ではわずかに内、6番アレグロモデラート優勢に移ります。1着6番アレグロモデラートと上がりました。富田が2着、7番のアスクルフォルテ、3着まだだオークランドサラブレッドレーシングトロフィー出走馬11頭ゲート中です。スタートしました。つまずきながらも2番のデスティニアン好スタートを切りましたが、ダッシュが速いのは8番ラインガルーダの方でした。下からは3番のメズメライザー、外からは9番テイオステですね。第4コーナーをカーブ、これから直線コースへと向かっていきます。前は8番ラインガルーダ、リード組ほど並びかけようとする11番のクロデメリル、また振り切ろうとする8番のラインガルーダ、並びかけて11番のクロデメリル、3馬身後ろから9番のテイオステレスの前を追っています。2着を切ってまだ前は熾烈な追い比べ、ラインガルーダ、クロデメリル、クロデメリル、ラインガルーダ、これに9番のテイオステレス、外から6番のメイショーミツヤスが追い込んできてまとめて抜き取った。先頭は6番のメイショーミツヤスに代わってゴリ、2着9番のテイオステレス、11番クロデメリル3番手、以下12番レイブリアン、8番ラインガルーダと続いています。6番、9番、11番、12番、8番の順でゴールに入っています。このレースは競走除外の馬がおりました。変化、最後の進化の組み合わせがあります。単純中レースオークランドサラベットレーシングトロフィー、先頭は11番ジェイエムスターだ、ジェイエムスターだ、これは無理やな。スタートしました。ちょっとバラついて、1番のライリーミドル、9番グッドウッドガイツ、後方から待って、12番ワンダーバコから11番ルーパルテール、中10番のボカライス、ボカライス今度は先行、内で8番のヘッドモンスター、外で11番のルーパルテール、その入ったら4番のキオカルト、3番のナイターズアリーム、スプラーダ、12番のワンダーバコ追い込んでくる、前は10番のボカライス、今度は次より4番のテグサント、内から3番ナイターズアリーム、ナイターズアリーム内から抜けた、3番のナイトアクアリウムに応えました長岡義人騎手。中段で立ち回って最後は前を行く馬の内側を選択。ロイ君、ほんいよいよ8時は始まるからちょっと頑張ろうな、頑張ろうな、絶対勝つで、よしうし、絶対勝とう。いよいよ今週はスプリンターズステークス、あんたらも頼むで。